スカパーさんから動画制作の依頼が来た。今日自宅に届いたあるものを使ってスカパーを PR してほしいということだった。届いた箱は大きかった。これは一体何なんだ。早速開封してみることにした。中から出てきたものは、このぬいぐるみはスカパーのマスコットキャラクターでスカッピーという名前らしい。俺は困った。お世辞にも可愛いとは言えないこのスカッピーで一体どんな動画を作ればいいのだ。さらに悩ましいことに、うちに届いたスカッピーは3体だった。締め切りまで時間がない。俺は悩んだ。まさかこれをベタ褒めするわけにはいかないだろう。はい、どうもこんにちは、佐藤浩司です。今日はこちらを紹介したいと思います。おっ、こちらです。スカパーのマスコットキャラクタースカッピーです。かわいい。僕は今までたくさんのぬいぐるみを買ってきましたけれども、このスカッピーがダントツ1位ですね。僕このスカッピーすごくかわいいので家に100個ぐらい置きたいと思います。ダメだ、無理がある。そうだ、商品紹介している脇にさりげなく置いておけばいいんだ。はい、どうもこんにちは、瀬戸浩司です。今日ご紹介するのはこちら、プーンドリンクです。飲んでみることにしましょう。このね、プーンドリンクっていうのはね、飲むとね、すごく元気になるんだよ。よし、飲んでみようっと間違えた。これはスカパーのキャラクタースカッピーだった。2週間お試し体験無料。8月31日には東方神起のライブがあるスカパーのスカッピーだった。間違えた。ダメだ、あからさますぎる。さりげなく宣伝するのは不可能に近い。これは非常に難しい案件だ。気をつけて取り扱う必要がある。ん？クッキング動画と絡めたらどうなるだろう。ポン！どうもこんにちは、瀬戸浩司クッキングにようこそ。本日ご紹介するメニューはこちらの新鮮なスカッピーを使ったスカッピーの梅肉マヨネーズ焼きです。それでは材料を見ていきましょう。スカッピー3匹、なるべく新鮮なものを用意してください。2週間お試し無料を 50g、 8月31日を2個、東方神起小さじ2分の1を用意してください。それではまずスカッピー3匹を3枚におろしていきましょう。ダメだ、斬新すぎる。第一、東方神起小さじ2分の1がわからない。ファンに怒られることは目に見えている。わかったぞ、歌だ。俺がスカッピーの歌を作ってしまえばいいんだ。はい、ワン、スカパーお試し2週間無料だよ。やったね。スカパーのキャラクターもすぐキャラクターはね、スカッピーっていうのはね、とっても可愛いだよ。東方神起のライブが8月31日にあるらよ。みんな見てね。ダメだ、やっぱりダメだ。宣伝文句をそのまま歌っているだけじゃないか。第一、俺には作曲のセンスがない。くそ、さあどうする、時間がないぞ。あ、そうだ、あの手があった。どうしたらいいか分からずに悩んでいる姿をそのまま動画にしてしまえばいいんだ。これならいける。よし、撮影スタートだ。スカパーさんから動画制作の依頼が来た。今日自宅に届いたあるものを使ってスカパーを PR してほしいということだった。届いた箱は大きかった。これは一体何なんだ。早速開封してみることにした。中から出てきたものは、スカパーは2週間お試し無料。8月31日には東方神起のライブが放送されます。
スカパー。